今からイエス・キリストを夜こっそり訪ねた当時の最高学識を持ったニコデモという方がイエス様を訪ねます。ではどうぞ始めてください。ドルカス会による歴をいたします。ニコデモが、この人は多くのことを知っている律法学者であり、また議員でありましたが、昼行くのははばかられて、こっそり夜イエス様を訪ねます。随分白髪のニコデモのおじいちゃんのおひげ。イエス様、イエス様おられるでしょうか。夜どうして来たんですか。ちょっとお話があります。あなたが素晴らしい教師だということを私は聞いております。いろいろな僧でなければ、天から来られたのでなければ、あのようないろいろな不思議なお働きはできません。素晴らしい方だと私は思っております。はっきり言っておく、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。はっきり言っておく、誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。水とは聖書に記された神の言葉、そして神の聖霊のお働きによって人は新しく生まれ変わることができると、イエス様がニコデモに一生懸命に言っており説明されました。風が吹いている、霊というのはちょうど風のようです。どこから来てどこへ行くのか分かりません。そのように神の聖霊によって新しく生まれることができます。私はこんなに年を取って、もう一度お母さんのお腹の中に入って生まれ変わることなんかできません。今見える地上のことで話しているのに、あなたがわからないとすれば、天上のことをどのように説明したらいいでしょうか。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。そうですか。この時ニコデモはイエス様から一つのことを教えられました。さて第2面です。イエス・キリストはニコデモに、当時の2000年前の話、旧約聖書に出てくるアラノでのイスラエル人の物語を
話しされます。それはイスラエルの人たちがエジプトから出てきてアラノをさまよっていた時、何が起こったでしょうか。モーセが指導者でありました。ああ大変だ、もうアラノの良好はや飽き飽きした、ご飯もないし、イスラエルの人々はエジプトから脱出いたしましたけれども、長い旅の中で食べるものもなく飲むものもなくなって、もうお腹を空かす、散々つぶやき始めます。私たちはエジプトから連れてきて、あなたどうするの、もうこのまずい食べ物には飽き飽きした、もう一緒にエジプトに帰りたい、まずい食べ物、この苦しい旅行、もう嫌になった。実はさまざまな神様の恵みを受けていたイスラエル人ですが、もうモーセ、あなたはもうついていきたくない、一緒にもうエジプトに帰りましょう、もうダメ。その時モーセと神に逆らった人々に対して神様は蛇を送られました。それは燃える蛇でありました。不平を言いつぶやいた人々に、これが燃える蛇の模型であり、蛇は人々を噛みまして、もう傷だらけ、ああ痛い痛い、この蛇はどうしたの、助けて、痛い、多くの人々が蛇に噛まれて死にました。もうごめんなさい、モーセ、神様に向かって罪を犯しました、私たちはよくしていただいたのに、神様に不平と不満を言いました、ごめんなさいモーセさん、もうエジプトに帰るなんて言いません、なんとかしてください、これじゃみんな死んでしまいます。モーセは神に祈ります。神様なんとかしてください。神様のお答えがありました。聖堂で燃える蛇を作り、それを竿の上にかけなさい、それを見るならば癒され救われるのです。アラノでのイスラエル人のつぶやきに対して神様はモーセに与えられた、これが蛇の聖堂の蛇でございます。皆さん、この蛇を仰ぎなさい、そうすれば癒され、そして生きるのです。さあみんなで仰ごうじゃないの、蛇を見るならば死なないよ、大丈夫大丈夫、仰ぎ見るならば生きる、これが神様の約束だ。でもある者はそんなの信じられるか、やめた、死んだ方がマシだという人もいました。イスラエルの人々は聖堂の蛇を仰ぎ見て、ある者は命が与えられたのです。モーセは荒野で蛇をあげたように、私も十字架の上であげられなければならないとイエス様が約束されました。それは今日生きる私たちに対する雛形であり、模型といいますかタイプでありました。イスラエルの人がよくわかるように、もう一息あります。皆さんは聖書の言葉を今から、神はその一人子をお与えになったほどに世の人々を愛された、それは御子を信じる者が誰でも一人も滅びないで永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節、皆さん十字架を仰ぎ見ましょう、ここに福音があります。
神の愛が表されました。私たちに代わって死なれたイエス様、今から誰でもキリストのうちにという賛美を皆さんもご一緒にどうぞお願いいたします。その人は新しく作られたもの、古きは過ぎ去り、すべてが新しい、主のうちにあるならすべてが新しい。でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの、古きは過ぎ去り、全てが新しい、主のうちにあるなら全てが新しい。ハレルヤ、感謝いたします。